どうでしょうか、ちぐさ殿。うん、ぴったりだよ。武器を身につけても動きは邪魔しないと思う。ありがとうございます。これで装備品の確認は終わりですね。あとは野営もするだろうから、荷物や非常食も確認して。水の都が主戦場になりますから、さらしやふんどしも多めに用意しておいた方がいいでしょうね。え？この日のために新品のさらし、ふんどしを用意しましたから。わざわざ用意しちゃったの？ええ、当然です。新しい冒険には新しい決意と新しいふんどしで験を担がなければ。ミコト、あのね、ウンディーネクロスをまとっていればふんどしは必要ないと思うよ。なんですって？ベルフさんが言ってたけど、ゴフの加護で水圧なんかは軽減できるらしくて、服を着たままでもすごく早く動けるから、無理にふんどし姿になる意味は、うん、ないと思うな。それは誠ですか？それではおろしたて純白のふんどしは元より必要ないと。そうなっちゃうね。なんということでしょう。純白のふんどしではなく水色のひらひらで新境地に向かうことになると。気にしてるの色なの？当然です。純白のさらしとふんどしは大和なでしこの心、幼少の頃より社の神様たちからそう教わってきました。それ後で絶対つくよみ様に折檻されたやつだよね。でも未到達階層でふんどしがびしょびしょになって気持ち悪くなっちゃったら大変だし。確かに。それでモンスターに遅れを取るなど死んでも死にきれない。だが水色の肌着とは。肌着じゃないんだけどな。それに巫女も私も白じゃない下着着てた時あるよ。